熊野神社古墳は埼玉県桶川市川田谷の川田屋古墳群内にある古墳の一つ。名前はこの墳町に立地する熊野神社に由来する。川田屋古墳群の日詰めし群にあり、出土品から4世紀頃に築造されたと推定されている。1928年に熊野神社の改築のために宇治子たちが神社の元を数メートルほど掘ったところ遺物が発見された。 その後の本格的な発掘調査の結果、直径40メートルほどの円墳で、幅13メートルの堀があったことが分かった。偶然の発見だったため出土当時の状況は不明で、あるが、出土品は数が多い上に、東日本では極めて珍しい品が多く、関西で発見されるものと類似点があるなどのことから、国の重要文化財に指定されている。また、古墳自体は、 埼玉県指定史跡となっている。出土品は埼玉県立歴史と民族の博物館に展示されていて、桶川市歴史民族資料館でもレプリカの展示がされている。以下の出土品が武蔵区に北足立郡熊野神社境内古墳出土品の名称で国の重要文化財に指定されている。この他鏡や刀類も出土したが行方不明となっている。 桶川市内循環バス西十三熊野神社入り口で、下車。ありがとうございます。